チャーリー・フライは、オハイオ州、ノーアーク出身の元アメリカンフットボール選手。ポジションは、クォーターバック。高校時代は、アメリカンフットボールと、バスケットボールで活躍した。アクロン大学では、大学記録を54個塗り替えた。1年目を、レッドシャツで過ごした後、すぐに、先発の座を手に入れた。大学4年時には、アラバマ州モービルで行われた。 シニアボールに出場し、MVP に選ばれた。2005年の NFL ドラフト3巡で、クリーブランドブラウンズに指名されて入団した。その年の第13週、ジャクソンビルジャガーズ戦でデビューし、226ヤードを投げて、同じ新人 WR のブレーロン・エドワーズへのタッチダウンパスを2個決めた。この試合で、ブラウンズの先発 QB 記録となる。 QB レーティング136.7を記録した。この年最後の5試合の先発 QB を任された、彼は2勝3敗でシーズンを終えた。2006年はデレック・アンダーソンと争った末、開幕戦から先発 QB となり13試合に先発し、約2500ヤードを投げた。2007年シーズンもアンダーソン、新人のブレディクイーンとの争いに勝ち、 開幕戦のピッツバーグスティーラーズ戦で先発したが、前半途中までで、パス10本中4本成功、34ヤード獲得に、とどまり、デレック・アンダーソンと交代させられた。この年の残りゲームすべてで先発したアンダーソンは、プロボールに選ばれる活躍を見せた。2007年9月11日、ドラフト6巡指名権と引き換えに、シアトル・シーホークスに、トレードされた。 シーホークスではマット・ハッセルベック、セネカ・ウォレスに次ぐ第3ビ B となった。シーホークスでは2008年のグリーンベイ・パッカーズ戦で初出場した。シーズン終了後、無制限フリーエージェントとなった。彼は2009年6月8日、オークランド・レイダースと契約した。12月16日、故障したブルース・グラドコースキーの代わりに開幕時の S q B、 ジャマーカス・ラッセルを差し置いて、トム・ケーブルヘッドコーチによって先発 QB に指名された。12月20日のデンバーブロンコス戦で先発したが、第4球初めに脳震盪を起こした以上、ラッセルがリリーフ、試合に勝利した。翌週のクリーブランド・ブラウンズ戦では先発したものの、3インターセプトを起死した。また翌週のボルチモア・レイブンズ戦では、試合前半に1タッチダウン。 インターセプト例を挙げたが、首の負傷で後半はベンチに下がった。この年彼は581ヤードを投げて1、タッチダウン、4インターセプト、q b レーティング65.3の成績を残した。2010年3月15日、1年間122万6千ドルで再契約を結んだが、プレシーズンゲームでシーズン絶望の負傷をして、8月19日、故障者リスト入りした。 2012年よりフロリダ州にある高校のフットボール部のコーチに就いた。2021年よりマイアミドルフィンズのクォーターバックコーチに就任した。ありがとうございます。